隣接するほどがや工場と老人福祉センター。横浜市児童遊園地は神奈川県横浜市ほどがや区に所在する都市公園である。横浜市の管轄で所管部署は横浜市環境活動支援センター。横浜市のほぼ中央、ほどがや区の南端に位置する。滑り台や運転はあるものの、遊園地という名前から連想されるような動力を持つ。 機械式の遊具はなく、春は桜、秋は銀南や紅葉といった緑に囲まれたのどかな公園である。環境活動支援センター、横浜市子ども植物園、A 連邦選手者墓地などの施設と隣接し、周辺にも自然が多い。園内は起伏のある地形で、階段や坂道が多くある。日本の近代学校制度制定50周年を記念して、 1922年に横浜市と市内の小学校長により整備計画がなされる。関東大震災による工事の一時中断を経て1929年に完成。運動場や大芝生広場、プールなどがあり、戦前は格好の遠足地としても親しまれた。第二次世界大戦後、1951年のサンフランシスコ講和条約関連して締結された。 協定により、園内の一部が接取され、英連邦軍の戦没者墓地として永久使用されることが決定。1957年から代替施設の整備が行われる。1980年に横浜市環境事業局の保土ヶ谷工場が建てられると、共に工場で焼却炉によって発生する熱エネルギーを利用した温水プールが園内に作られた。情勢が 谷橋で、ゴンタ坂上橋で、ありがとうございます。